高田塾イングリッシュの一木です。森田です。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。森田先生、はい、今回ですね、英語解剖図鑑という、はい、まあ今結構書店でよくね平積みされているような人気の本について解説していきたいなと思います。はい、はい、いや角川から僕も送られてきましたこれ。ああそうなんですね、はい、でこの本なんですけど帯に、ね、100万部って書いてあるんですけど、はいはい、原島博さんの著書が累計で100万部超えている著者による、はい、ということで、まあね、英語解剖図鑑ね、はい、そう、まあ英語の語源とかについて、うん、そこまでね興味ある人間はこんなに日本にいないからね、うん、はい、まあ、やっぱ読んでみると面白いポイントがたくさんあるので、まあ、本の構成であったりとか、うん、どういう人に読んでみてほしいなっていうところをね解説していこうかなと思います。はい、はい、まあこれお手に取ってもらうと分かるんですけど意外と分厚いんですよね。はい、分厚いです、はい、で横長なんで、まあなんていうのかな、意外と量があるっていうまず感じです。本当に細かいところまで実は書いてあるんで、うんうん、英語の勉強のために読むっていうよりかは趣味みたいなところがかなり強いかなと思います。ただ、パート1が、窃盗時を解剖するっていうになってるんですけども、はいはい、ここはかなり役立つかなという感じですね、うん、まあ、英語を実際に話すときとか書くときとか、まあ、普通に覚えるときとかに役立つなっていうパートと、役ぶっちゃけ役立たないなっていう、もうこれはオタクの趣味の領域だなっていうものがすごく激しく分かれております。はい、まあ、あれですよね、パート2になれば設備時も出てたと思うんですよ。そうですね、それがパート3、あ、3か、はい、ありまして、設備時もかなり役立つと思います。はい、でパート2は英語の連結形を解剖するっていうね、はい、まあ、パートになってるんですけども、窃盗語に似ているようなところはあるんですけども、うん、この言葉自体はこういう意味をする単語なんだよっていうところから、どういうふうに単語が発生しているかみたいなところを、はい、まあ、図解して解説されているような感じになってますね。うんうん、パート4になってくると英語の造語法を解剖するっていう感じになるんですけども、読んでて、ああ、なるほど、そういうことだったのか、うん、留学実際僕もしてたんで感覚でそりゃそうだよなっていうふうに思ってたところが言語化されてたりするんですよね。うんうん、まあ、複合名詞と名詞句とかありますけど、まあ、例えばなんですけど、シュガーメイプルっていうと、その2つ目に来る単語が主要語になるんで、はい、あくまでもメイプルなんですよね、うん、なのでカエデの方になるんですけども、メイプルシュガーになると、うん、シュガーが今度は主要語になるので、はいはい、こうかける方のメイプルシュガーになりますよっていうふうになってたりとか、あ、まあ、そっか、確かにそうだなみたいな、その自分の中で言語化できてなかったことが、あ、こういうルールになってるのかっていうのが、うんうんうん、まあ、分かるパートになってますね。まあ、パート1から3が一番役立つかなと思うんですけど、パート4も結構読んでて、あ、そうなのかっていう気づきが多いんじゃないかなっていう形になってますね。でパート5が、借用語、英語の借用語を解剖するっていうところになってるんですけども、まあ、ここは奥がかなり深くて、はいはい、まあ、あの英語っていうのはね、やっぱヨーロッパのケルト人とかローマ人、うん、ゲルマン人、バイキング、ノルマン犬、フランス人、それらがイギリスの島々を征服した時に言語的に、ね、深く影響を与えてますよっていうところになってるんですけども、うん、まあ、そのこういう影響がありましたみたいな、うん、ラテン語であったりとか、さまざまな言語からのこういう風な、ここから引っ張られて英語でも使われるようになってるよっていう言葉の紹介が入ってたりしますね。まあここはね、もうオタクの領域ですね。うん、はい、なるほど、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、いろいろな歴史的に学べる、まあ、モーフォロジーって言ってその言語のですね、研究の一部なんですけど、まあ、そこが詳しく、まあ、書かれているというか、はい、まあ、形態論と言われるやつですね。うん、形態論の分野と、まあ、プラスでその歴史的なものですね、知見が入っているっていう感じですかね。はい、でパート6、これが最後のパートなんですけど、これはもうオタク中のオタクでして、うん、英語のアルファベットを解剖する、うんうん、もう A、B、C、D、E、F、G、 もうそれぞれ1ページとか見開き全部使われてるみたいな、はいはい、そうそうそう、はい、そうでした、はい、僕も読みました、はい、ですね、でフェニキア文字だとこうなって、ギリシャ文字だとこうなって、ローマ字だとこうなったよみたいな、そういう流れでね解説されてたりとかするんですけども、まあここは本当にへえそうなんだぐらいな感じでこう見ていただけるといいんじゃないかなっていう感じですかね。そうですね、まあある意味雑学書みたいに最後はなってる感じですけどね、はい、そうですね、はい、まあ、ただやっぱりその勉強をしていく中で結構息抜き感覚で読んでもらうといろいろと、まあ面白い発見があったりとか、うん、まあ、実際かなり使えるポイントもあるので、まあ、それこそ窃盗時設備時なんかは覚えておくと一気に単語を覚えやすくなりますし、うん、まあ、まだ全然そういうの覚えたことないよっていう方はね、うん、
この一冊にギュッとまとまってるんで、まあ、お手に取っていただけたらいいかなっていう感じですかね。はい、はい、あとは本当に雑学みたいなところになってるんですけど、うん、まあ、そこはなんか英語指導してる人とか、そうですね、授業中のネタにしたいなみたいな人とかはいいかもしれないです。はい、今回は英語解剖図鑑についてでした。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.